はい、皆さんこんにちは。朝5時55分でございます。割と朝涼しいですね。はい、今回はですね、この目の前に見えている植物アレカヤシについて質問が来ていたので解説したいと思います。以前アレカヤシが不格好に広がるのは水不足とご助言いただきました。それからたくさん水はあげているのですが、あまり元気にならないように見えます。置き場所がよく日が当たるところなんですが、逆に日が当たりすぎると良くないのとかありますか？ちなみに日が強い時は薄いカーテン越しですということです。はい、アレカヤシ、皆さん今から夏ね、梅雨が明けたらもう夏シーズンですよ。そんな時に一番活躍するのがアレカヤシ、フェニックス、ロベレニーなどこのヤシ類ですよね。やはり夏を表現するトロピカルな雰囲気としてはアレカヤシ、日本では一番流通しているのではないでしょうか。しかしですね、皆さん、アレカヤシって結構簡単そうなんですけど、まあまあ難しい植物なんです。というとですね、アレカヤシ実はヤシ系の中では寒さに非常に弱いです。なので今からのシーズンはね、あまり気にすることはないんですけど、冬場寒さでやられて枯らしてしまう人たちが多いはずです。なのでね、冬場は暖かい暖房が効いたところで過ごしてあげましょう。だいたいね、15度以下とかにはもうならないようにした方がいいです。それぐらいね、アレカヤシ寒さに弱いです。こちらの、これ何だったっけな、三角ヤシだったかな、ね、ブワーンと伸びて大きいですけど、こういうやつはまあまあまだ寒さには強いんですけど、こういうクジャクヤシとかと一緒でアレカヤシはね、非常に寒さに弱いです。はい、じゃあ本題に入っていきましょう。水につけていますが、葉っぱが広がってブワッとこうなりませんということですか。あれからしてね、めちゃくちゃ水大好きなんで、こういう感じに水をつけてていただくのは正解です。だからね、水はねたっぷりあげてください。これもアレカヤシを育てる上であまり皆さんが知らない常識です。アレカヤシはですね、皆さんが思っている3倍いや5倍ぐらいね、水を吸います。なので僕はこのハウス内、冬場もこういう感じでお水つけています。お水汚いとか思わないでくださいね、お水はね、もうねガブ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 ね飲ませてください。僕がレンタル先でのアレカヤシたまに見せることがありますが、もうねこの鉢がこう茶色くなっていると思いますが、この上までねお水入れます、ね、それで1ヶ月も経たないうちに夏場はなくなってしまいます。それぐらいねぐん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 吸う植物なので、お水はたっぷりあげてください。それもそのはずですよね、これだけね葉っぱの数が多いので、これぐらい全ての葉っぱに水分を施すと、それ相当のお水が必要になってくるんです。だからお水はねがっつり溜めて大丈夫です。でここにね、今あるアレカヤシ、何度も何度も行ったり来たり行ったり来たりしていますが、今休憩している最中です。でこれなんか特にねバサッと広がっていますよね。アレカヤシ一度広がったらなかなかこう元に戻るということはありません。なのでね、皆さん仕立て直しが必要です。まあ、ちょっと大きいのをやるとですね大変なので、これぐらいのシュバッチサイズをちょっとやってみますかね。こんな感じ、ね、でも皆さんのご自宅にあるアレカヤシね、こんな感じのアレカヤシの人ね結構多いです。じゃあ何が大事かというとですね、皆さんやはり買ってきた時新品の状態をですねまず頭に思い浮かべるということが大事になってきます。まあ今はですね、ネットで見れば新品のアレカヤシの形はねどこでも見ることができるんで、わからない人はね検索していただけばいいと思います。でどうすればいいかというと、まずはですね、もうこういう垂れたアレカヤシの葉っぱというのはもうね 100% こう上には戻りません。だからある程度こういうのはねもうカットしていきます。まずはねもう
気にせずバンバンカットしていきます。でこういう茶色い葉っぱはねもちろんなんですけど、垂れすぎた葉っぱというのはどんどんカットしていきます、はい。そしてここで大事なのはですね、この本体とその葉っぱの分量ですよね。あまり葉っぱを切りすぎたらやっぱりスカスカになってきますので、ある程度分量を離れながらですね見ます。でこう今 4,5 枚切りましたけど、今これぐらい切っただけでもだいぶ形いいですよね。でこれでも満足する人たちはですね、これでも全然大丈夫なんですけど、ここからどうするかに変わってきます。はい、じゃあこう見た時にこの子がちょっと垂れすぎてますよね。だからまあ葉っぱがね割と多い場合は、まあ、この子もね別に切っても大丈夫です。そしてこの子こういう風に立ててあげるということもねいいんですけど、ちょっと今日はね紐持ってきていないので、はい、これもね切ってみますか。アレカヤシはですね、切り花で使われたりするようにどん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 葉っぱが出てくるので、こうカットすることは恐れずにカットしていいです。はい、いかがでしょうか。もう形としてはかなりいい感じになりました。皆さんこんなものです。こんなもの、そしてこの葉先をですねしっかり茶色い部分はカットしてあげる。はい、チョキ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 っと。アレカヤシはねとっても綺麗な植物なので、こういう茶色い葉っぱはですねもうできる限り綺麗に落としてあげることが必要です。で切り損ねとかねあるかもしれませんが、これね気にする必要ありません。チョキッとこうなるべくねこう同じような形に両サイドしてあげると見栄えも良くなります。はい、こういう裏の方にね茶色い葉っぱがついている、これは絶対落としてあげる、ね、これも大事になってきます。で葉っぱカットするときにですね、この途中からカットする人たちがいますけど、ここの芯がね残ってたら見苦しいので、カットするときなるべくこの下の方、根元をね必ず切ってあげるようにしましょう、ね、でミスカットも起こると思いますが、ね、全然気にしなくて大丈夫です。葉っぱはどん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 ね生えてきますので、まあ、これちょっとうんちくになりますが、私これ全部ね買ってきて新品買って葉っぱだけにして売ってみたら、なんと本体より高く売れたということもありましたね。葉っぱだけの方が高い時があるんですけどね、切り花として、はい、いろんなやり方があります。はい、こういう風なのね、はい、ここでこういう風にカットするとね、このどの道このね残った芯がこれですね黄色くなってきて見苦しくなるんで、ね、根元からカットしてあげるようにしましょう。鉢の場合はですねこういうところも気にしてあげることが必要です。あ、今間違って切り落としましたね、まあ、いっか。はい、後でね綺麗にしたいと思いますが、だいぶね綺麗になったと思います。はい、形はねこんな感じでしていただければいいんじゃないかなと思います。あとはワイヤーを使ったりね、支柱はねあまり立てない方がいいと思いますが、支柱を使うときはもうこれと似たような色の支柱ですね、全く別の深い緑だったりとか黄緑とか支柱はね売ってあるので、支柱を使って立てるときは似たような支柱を使ってください。まあ、そのやり方もですね動画遡っていただけるとありますので、検索してね見てみてください。また時間があるときはねやろうと思います。そして色なんですけど、アレカヤシ、ここ僕がね今持っているこの子たちは画面越しでは割とねちょっと黄緑っぽくとか黄色くで、ね、見えたりしますね。でこういうのはもうね葉っぱ焼けてるんです。ここはね暑いから、でこれはね僕はこのままじゃ絶対レンタル先に貸しませんよ、ね、こういうふうにカット、黄色い葉っぱはねカットするんですけど、ここを見ていただくと分かるように暑いところで成長したりね、明るいところで成長した葉っぱ大体こんな感じになりますね。栄養不足だとかね思う人たちもいるかもしれません。まあそれもね若干あるかもしれませんけど、太陽の再生工場とかに、ね、何年かに1回ずつ出します。だからこの僕の持っているねアレカヤシはねまあまあ強いです。葉っぱもゴツゴツしています。でこう茎もね黄色くなってきます。
黄金ヤシとかね言っちゃったりするのかな。だからこの状態でもね、しかるべき場所に設置されたらめちゃくちゃかっこいいです。だからこれはね好みもあると思いますが、アレカヤシ、まあ販売されているアレカヤシはねこのぐらいのね感じが多いと思います。もっと葉っぱが濃いねアレカヤシだと思いますけど、それはもうねもうビニール栽培か外で管理されたかで全然変わってきます。もう太陽の再生工場とかで植物が強くなるということを知っている人たちはどちらを選ぶかというのはですね、まあフィカスのねウンベラータとかも一緒なんですけど、ハウス栽培と外での栽培で出てきたやつってね全くね葉っぱの色味とかも変わってきますんで、葉っぱがこういう風になっているのはねしっかり太陽の光を浴びた感じだと思ってもいいと思います。でこういう感じで葉っぱが薄い場合はね栄養不足なのかなというところもありますが、まあ、そういう商品はね、外には出てこないと思いますので大丈夫だと思います。アレカヤシ耐陰性非常に強いです。だから日陰に置いていると濃い葉っぱにはなってきます。僕もレンタル先で貸し出すときはですね、日がめちゃくちゃ強い場所には実は貸しません。葉っぱがですね硬いとは言っても他のこういう植物に比べる他のこういう植物に比べるとやはりアレカヤシは葉っぱが薄いので、日が強い場所だとすぐに焼けちゃいます。そして一番最初に言った通りお水ガブガブ飲むので、めちゃくちゃ日が当たるところだとですねお水を吸い上げる量より蒸散する量の方が早いのでお水が持ちません。お水が持たないとブワッと広がってきます。そしてその広がった葉っぱドバッとつけてても7割ぐらいしか戻りません。7割も戻らないかな。なので一度広がったらね今みたいに仕立て直しをするかもうカットするかになってきます。茂ってたらねカットしても全然大丈夫なんですけど、やはりこういう大きいアレカヤシを仕立て直すのは非常に大変です。なので広がらないようにしっかりお水をあげ続けるということを注意してください。ここを守っているとさほどアレカヤシこういうふうに形をねきれいに保つことができますね。広がることはありません。僕が年から年中アレカヤシをレンタルしているところあります。何年も何年もねかっこいい状態で育てているできています。もちろん冬も暖かい場所です。そういうふうに上手に管理しているとご覧の通りアレカヤシって天井を突き抜けるぐらい実は大きくなります。先日もね皆さんにこれお見せしたと思いますが見てくださいね、はい、じゃん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 、こちらです。これは今度ホテルにね旅立つ予定のアレカヤシなんですけど、15鉢でもう20年とかこれできます。でこれ生産者の人とかいろんな人たちが言うとこれ邪道かもしれませんが、まあこういうアレカヤシもねありますよ、売ってね、はい、15鉢で全然こうやって育ちます。でこういうふうに値上がりになってきた、これ雑にしてるからですね、うわーって自分で盛り上がってこういうふうになってるんですけど、もともとこのフルぐらいね切ってこれをドンと入れたりする人たちがいると思いますが、僕はねこれかっこいいんでこのままにしています。それでもしっかりお水さえあげていればこういう風に育つんですね。ハワイとか沖縄行けばアレカヤシまだまだでかいやつありますよね。そしてこの株立ちね、これがかっこいいんですよね。かっこいい、こういう風になるように皆さん育ててみてください。夏フェニックスロベレニーと同じようにトロピカルな雰囲気、そしてゴージャスな雰囲気を醸し出してくれるヤシ界のナンバーワンだと僕は思っております。ぜひ今回のことを参考にされてアレカヤシ楽しんでみてください。色を濃ゆくしたかったらあまり日ががっつり当たるところには置かないことです。それでは皆さん頑張って育ててくださいね。それでは今回はこんなところで、またね、バイバイ。